モホークの太鼓は1939年制作のアメリカ合衆国の歴史ドラマ映画。ジョン・フォード監督作品。生まれ育った環境の違う新婚夫婦が力を合わせてたくましく様々な苦難を乗り越えていく生き方を描いた作品。また、ジョン・フォード映画では初のカラー映画でもある。アメリカが独立戦争を始めた1770年代の はじめの頃、現在ニューヨーク州オルバニーイのボースとかで、娘のラナと若い開拓の夫ギルバート・マーティンの結婚式が挙げられた。そしてすぐもホーク川の渓谷にあるギルの農場へ出発した。途中の宿屋に一泊した時固めに眼帯をかけた、英国人コールド・オエルが、二人の行き先のディアフィールド地方には、インディアンが出没しているらしいと警告した。ラナは、 なんとなしにゾッとした。楽しい新婚のホームを空想していた彼女は、粗末な丸太小屋が、我が家と知って、がっかりした。おまけに一人のインディアンが、のっそりと入ってきたのには、たまげてしまい悲鳴を上げたが、それは、ブルーバックという味方と夫に説明されても、ラナは怖くて、震えが止まらなかった。彼女はオルバニーへ帰りたいと思ったが、 ギルに言いつけられ翌日から開墾に従った。日曜日には、ジャーマンフラットの街へ行って、教会で、リール夫妻と娘のメリー、ウィーブアップ人とその息子ジョン等と近づきになった。そこには、ハーキマー将軍もいた。16歳から60歳までの男は、英軍やインディアンの襲来に備えて、将軍の指揮下に戦闘教練を受けるのだった。その頃は、 信頼の開拓者には、皆が手伝う習慣で、ギルの農場の町で知り合った、人たちに来てもらって、高知は広げられ作物は豊かに実った。しかしコールドエルが先導するインディアンたちが襲撃し、一同は、ジャーマンフラットの砦に逃げ込んだが、ギルの家は焼き払われてしまった。その騒ぎでエラナは流産し、家の焼け跡を見たギルは町へ引き上げようと言い出したが、 ラナは落胆している夫を励ますのだった。すぐに言えない二人は、真っ暗なアープ人の農場に、雇い人として、住み込み、真っ黒になって生打して働いた。風雲はいよいよ急となり、男は皆戦いに出て行き、ギルも負傷して帰ったが生命に、別状はなかった。しかし、ハーギマー将軍は、重傷から死んで、牧師ローゼンクランツが、指揮者となった。 ラナは再び見ごもり、やがて一主デーブが生まれた。けれども平和な日は短く、ある日マックレナー夫人の家にインディアンが放火した。一同は砦に入り千人余りのインディアンと対戦した。一旦は9方の威力で撃退したが、敵は砦を遠巻きにした。矢に胸を貫かれたマックレナー夫人は、ギル夫妻に財産を譲るという遺言して死んだ。 弾薬が不足してきたので、デートン砦へ遠平を恋にギルは赴もむいた。夜が明け正午となっても来園なく、敵はついに砦を破って侵入し、味方は教会によって、死を待つとき、ギルは援軍を案内してき、敵を撃退した。コールドウェルは、ブルーバックに撃ち殺され、ギルは、愛事ラナを抱いた。やがて、ジョージ・ワシントンが、ヨークタウンで英軍を降参させたという方が、 もたらされた。ありがとうございます。